白砥鋼は、コウノトリ目コウノトリ科トキコウ属に分類される、鳥類。インドネシア、カンボジア、マレーシア全長97センチメートル。全身は、白い羽毛で覆われる。お歯の色彩は、緑色の光沢がある黒。初列羽服や、初列風切の色彩も緑色の光沢がある黒。頭部には、羽毛がなく、高褐色の皮膚が露出する。くちばし盆長22センチメートル。くちばしや後肢の色彩は灰色。繁殖羽は頭部の露出部が赤い。くちばしの色彩は黄色で、後肢の色彩は赤い。幼鳥は頭から背中にかけてが灰褐色で、腰だけ白い。湿原、干潟、マングローブ林などに生息する。インドトキコウと混群を形成することもある。主な習性は、インドトキコウと似ている。食性は動物食で魚類、甲殻類、両生類、爬虫類、貝類などを食べる。繁殖形態は卵生。集団繁殖地を形成する。マングローブ林の木の枝に木の枝や葉を組み合わせた巣を作る。一腹3個の卵を産む。開発による生息地の破壊、狩猟などにより生息数は減少している。スマトラ島での1980年代における生息数は5000羽と推定され、カンボジアでの1990年代における生息数は15羽が確認されている。ありがとうございます。